はいどうも、発狂マシンガンナッシュです。今回はバイエルンビッグタイムということでやってまいりました。ということでね、まさかの公式から予告されたバイエルンビッグタイムについて今日はやっていけたらなと思います。バイエルンビッグタイム来るのは、公式が出したんでね、リークではなくもう確定しましたということで、激アツですね。前のバルサビッグタイムありましたけど、まあ、それのバイエルン版ということやね。いやもう最近Eガチャ多くて困るね。今登場するのは、まあ、月曜日になるのかなと。まあ、1月15日、月曜日になってくるんじゃないかなと思いますね。マジで最近Eガチャ多すぎんか？こうマルディーニとか、まあ、神ガチャやし、まあ、クライフとかもあってね、最近マジでやばいです。まあ、今回はそのバイエルンビッグタイム3名の能力予想と、まあ、ブースターも判明してるんで、まあ、それの紹介と、ハイライト選手紹介って感じでやっていけたらなと思います。ということで、ここからリーク情報になってしまうんで、まあ、そういうの見たくないよっていう方は、ここで動画閉じてもらった方がいいのかなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価、本当にお願いします。とかやってみましょう。はい、ということで、まずハイライト見ていくんですけど、こんな感じですね。メンバーはノイア、シュポモティング、ハリー・ケイン。で、ゴレツカはこれ、ポイント上のやつかな。で、ニャブリ、デリフト、ウパメカのライマー、マチステルって感じですね。ということで、まずは軽く能力予想しながら見ていきましょう。ということで、まず1人目、ノイア、レベル20でだいたいこんな感じですね。20はどうなんやろ、いかんかな、やりすぎかもしれん。もし20いったら大体こんな感じになって、結構強そうですね。20いくかわからんけど、まあ、大体これぐらいあってもおかしくないんじゃないかなと。ノイア悪くなさそうですね。はい、ということで、次、シュポモーティング見ていくと、だいたいこんな感じ。まあ、レベル30だいたいこれぐらいと。まあ、もうちょい行く可能性もあるそうですけど、まあ、だいたいこれぐらいかなと。はい、ということで、次、ハリーケイン。レベル26でだいたいこれぐらいと。まあ、26ぐらいあってもおかしくないんじゃないかなということで。まあ、だいたいこれぐらい来るんじゃないかなと思います。はい、ということで、次、ニャブリ見ていきましょう。レベル30だいたいこんな感じ。今回のやつスピードが思ったより高くないかもしれん。うん。まあ、8じゃ乗せるさやけど。いや、でも、ニャブリはま、普通に強そうやね。レベル30いくかわからんけど、まあ、30いけたら、ま、結構強そうやすね。はい、ということで、次、デリフト、レベル24でだいたいこんな感じ。どうなる ?24 いくんかな、結構強そうやけどね。まあ、24でだいたいこれぐらいと。全然24ぐらいやったらいきそうやと思うけどね。って感じで、デリフト結構強そうですね。はい、ということで、次、ウーパーメカの見ていくんですけど、レベル26でだいたいこんな感じ。26はもしかしたらいかんかもしれんけど、ウパメカのも結構強そうやね。もし26で来たら結構強そうですね。はい、ということで次、ライマー見ていきましょう。レベル30だいたいこんな感じ。まあ、30ぐらいあると思うんで、まあ、ライマーは普通に強そうですね。はい、ところでラスト、マチステル見ていきましょう。レベル30でだいたいこんな感じ。テルはもうちょいレベル上がる可能性全然ありそうですね。って感じで、まあ、ハイライトはこんな感じ。まあ、レベルはまあ予想ですけど、まあ、結構いいメンツなんじゃないかなと。デリフト、ウパメカのライマーとか、結構強そうでしたね。ということで、ここからはビッグタイムの方を見ていきたいと思います。はい、ということで、ビッグタイム見ていきましょう。まず一人目、デイビスですね。初期値でこんな感じ。スピシュンお化けですね。ドリブルも81乗ってるよということで。まあ、レベル32で見ると大体こんな感じ。まあ、32は全然あるんじゃないかなということで。まあ、これぐらいかな。デイビスのブースターがアジリティプラス2ということで、まあ、アジリティはスピシュンとボディコンとスタミナが上がると。だからもうスピードはまあ確実に101乗せれるんじゃないかなと。8上げで多分101乗ってくる感じか。で、まあ、瞬発も全然カンスト乗せれるんじゃないかなって感じで、まあ、ボディコンもまあ90乗せれるぐらいにはなってきそうって感じで、まあ、身体能力お化けをね。まあ、デイビスどうなんやろうな。これ多分育成絶対むずいよな。まあ、いろんな感じにできそうやけどね。サイドハーフ育成とかも全然できるのかなって感じで。デイビス面白そうやけど、まあ、育成がめちゃくちゃ迷っちゃいそう。で、タレントデザイン無料も終わっちゃったからね。ちょっと難しそうですね。左サイド全部できるんで、いろんな使い方できて面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで次、キミッヒ見ていきましょう。初期値でこんな感じ。すごいね。足元高くて守備もできるって感じで、初期でこれですね。で、まあ、レベル30で見ると大体こんな感じ。まあ、30いくと思うんやけどな。まあ、30ぐらいいくと予想してて、ブースターがシュートプラス2ですね。ちょっと意外ですね。今、シュートプラス2は、ボールコントロール、決定力、キック力、フィジカルが上がるよと。まあ、しっかりいいの上がるんよね。で、まあ、フィジカルはまあ、80ぐらい乗せれそうやし、まあ、キック力も結構高くなってきそうやし、
まあ、ドリブル系もしっかり高くなって、まあ、決定もあるって感じで、いやキミヒこれ強そうやね。いやこれ強いでしょ、いろんな育成できるね。キミヒもマジで迷うな。これはキミヒもこれ無料の間に来てほしかったね。いや強そう、これは強そうやな。ちょっと欲しいですね。いやこれ強いでしょ。まあサイドバック育成とかもできそうやし、 DMF、CMF、OMF もできるんやって感じで、キミヒちょっと面白そうですね。これマジでいろんな育成できそうで楽しみですね、これは。はい、ということでラスト虫アラ見ていきましょう。レベル32でだいたいこれぐらいと、いや僕的には32いってもおかしくないんじゃないかなと思ってて、年齢も20歳やからね、全然可能性あるのか。虫アラのブースターがボールキャリーということで、熱いですね。でボールキャリーはドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコント、素晴らしいな。もうぶっ壊れになってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、ドリブル系これめちゃくちゃ高くなるでしょ。まあ、全然100乗せれそうやし、まあ、パスもしっかり80乗ってくるし、まあ、決定力もあって、まあ、瞬発系もしっかりあって、まあ、スピードも結構高くできるって感じで、めちゃくちゃ強いでしょこれ。まあ、リベリーに似てない、こういう感じの育成したら。うんって感じで、めちゃくちゃ強そうですね。これはもう獲得必須になってくるでしょう。まあ、左ウィング、左サイドハーフ、OMF、CMF までできるよと。って感じで、これは激アツですね。これやばいな、スキルも優秀やし。これちょっとあかんでしょ。で、相当やばくなりそうですね。で、まあ、この虫アラは、この習慣のやつと多分一緒なんかな。多分この時のやつから来ると思うんで、まあ、これの上位互換みたいになってくるんじゃないかなと。これも十分強いな。これ強っ。これ、習慣 FP こんな強かったんや。って感じで、多分この時と一緒のやつですね。って感じで。相当強くなりそうですね。で、まあ、一応気になるということでリベリーと比較していくと大体こんな感じですね。まあ、レベルも多分同じぐらいでブースターも同じなんで、まあ、初期値比較していくとこんな感じ。まあ、ドリブル気はそこまで変わってなくて、まあ、パスがまあちょっと負けてて決定力は上がってますね。まあ、カーブが結構下がってるけど、まあ、アグレッシブネスがなんか高くて、まあ、キック力マイナス9か、まあ、そこはちょっとあれやけど、まあ、スピションは勝ってたり。まあ、でも、リベリーとやっぱ似てるっちゃ似てるよね。リベリーがね、めちゃくちゃ強いんで、それと同じぐらいの選手が来るっていうのはやばいね。虫アラやっぱスキルも優秀やと思うからね。マジで強そうやな。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回バイエルンビッグタイム見ていったんですけど、相当いいガチャになりそうですね。まあ、ビッグタイムはまあ、とりあえず虫アラがやばそうやし、今、キミヒも強そう。で、まあ、デイビスも使い方によっては面白そうって感じで、相当いいガチャになるね。もう、最近あかんってこれ。クライフ、マルディーニ、バイエルンビッグタイムの並びはあかんでしょ。これ、引くか迷うよね。次、バイエルンビッグタイム来るって考えたら。どっちもね、めちゃくちゃいいガチャやから。これはもう、自分のスカットと相談するしかないね。まあ、最近のイフットボールはなんか素晴らしいですね。なんか盛り上がってきましたね。無料配布をいっぱいもらえたり、週刊服にブースターついたりって感じで、もう楽しくなってきましたね。ということでご視聴いただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。